さて明日いよいよ東京オリンピックの開会式が行われます。映画パーソナリティ琴吹継香さんです。琴吹さんおはようございます。おはようございます。 すでに昨日からですねサッカーとソフトボールの予選始まってますオリンピックのこの競技がですねはい、はい、本格的にスタートするのは明日の開会式の後あさって土曜日からとなりますはい琴木さんやっぱりワクワクしたりあさすがにしてないですかええワクワクしてますかしてる部分もありますよあしてますなんなんですかしてないでといやいや以前のご意見からするとどういう気持ちなのかがちょっとわ、えー、からなかったもんですからね どうしても僕を反五輪の風に持ってきたいんですか、ええええ、そうじゃないんですけども、なんかそういう気合いがありますね、ええ、以前からね。そんなことないんですよ。オリンピックに反対したことはないんですよ。はい、ただ、気持ちよくオリンピックを参加したいな、ええ、見たいなって気持ちがあるよってことを伝えてるんですよ。ええ、今のご気分いか,がですか、まあ、複雑やっぱりいや ええ、スポーツ観戦は僕は本当好きなんで,、ええ、で、オリンピックももちろん楽しみたいんですけれども、ええ、ちょっと問題が、うん、まあこれはね、無いでコロナっていうね、まあまあ、この辺にしときましょうか。<laughs> この辺にしときましょうか。ちょっと長くなっちゃいますからね、かええ、朝からね、ええ、お願いしますあの早速昨のですね、なでしこジャパンの試合行われました。 ちなみになでしこジャパンというのは、うん、サッカーとソフトボールどちらの女子代表選手のことを指しているんでしたっけやめましょう。やめましょう。スポーツ観戦好きだって言ってんすよ。ええー。さすがになでしこジャパン。はい。どっちか。それはええー。速攻でしょうよ。<ー>よく言うじゃないですか、なでしこジャパンで。ねえ、なでしこジャパンそうですよね。いいえー、では、寿さん。 ソフトボールの日本代表は何ジャパンって言うんでしょうまたまた、いろいろクイズえ,えあまたまたクイズ。<laughs> いや、でも<え>なんか、なでしこジャパンがあった上で、はい、ソフトでもなんか名称つけましょうよみたいな、<え>なんかあったのは知ってますよ。えそうですよね。だから多分あれでしょう、なんか<え>あのちょっと古式ゆかしい。おー 感じなんじゃないんですかどうせなでしことか言ってるぐらいなんですからはあ、はあ。ということはソフトボールの日本代表は何ジャパンですかね,ねうんなんか、ソメイヨシノとか。ソメイヨシノジャパン <laughs> いいですねいや、それはそれ素敵だそれは私、いいと思いソメイヨシノジャパンソメイヨシノジャパン悪くないですね。<れ>ええ。で,でも、ちょっとかすったんですよ。かすったちょっとかすった。これはどういうことええ、ソが合ってるんですね。 ソフト、え、ええ実はソフトジャパンって言うんです。ちょっと、どうですか、<え>寺津さん。どうですかって言われても,決まってますからも、いや、このら、ねええ、ソメイヨシノジャパンに変えちゃいません、これ。おください。<れ>我々で変えることはできませんから。文化放送だけ変えてもらってもいいですかいやいや、これね、なんでソフトジャパンっていうかっていうと、はい、シンプルな愛称に至ったわけですよ。 いでなんとかジャパン作ろうと思ったんだけども、もう女子のソフト、世界で一番取ってた、なるほど今さらという気がしたので、シンボルロゴを作ろうという話になったという、こういう説明がありますちょっとわかるような、わかんないようなソフトジャパン、ですからソフトボールの日本代表はソフトジャパン。 これで覚えてくださいねちょっとなんかね、ええ、独自性みたいなのには欠けてる気もしますけど。となると、こういったチームの相性ってどうですか、必要でしょうか、それともいやどうですかね、ええ、いやいやあの、それで盛り上がったりだとか、ええはい、あと、この親しみを湧くなんて方がいるんだったらば、ええ、けんけん言うつもりはないですけれども、ええ、なんかこう、一括りにね、こなでしことか。はいええ まあソ,フまあ、ソフトジャパンに至ってはね、はい、でサッカーだったらさなんかね。ええ サッカージャパンな,なんかちょっとあ,うんあんまりピンとこないですけどね、まあ、僕的にはね。ソフトジはまあまあ、でも盛り上がる分にはいいと思いますけどね。はい、でそもそもですね、はい、相性やニックネームっていうのは自然発生的に広まるものなので、その起源とか歴史を特定するってのは、なかなか難しいんだそうですよ。うん、なるほどただ、オリンピック競技のなんとかジャパンという相性っていうのは、女子サッカーのなでしこジャパン、これが最も古いんだそうでしてね。お<う>2004年のアテネオリンピック、これを前にですね、 日本サッカー協会が公募して決定されたもの。公募したんですよね。ねこれね。これ覚えてます。えー、で、あの今回のオリンピックに出ている日本代表でもいろんな相性ありますよ。うん、有名なところでは野球の日本代表、これついてますけど、これわかります？え、えー、これはあのサムライジャパンではないんですか？えー、サムライジャパンなんですよ。言いますよね、サムライジャパンで。です,ですねえ。テラちゃん、はい、もしかしたら。えー なでしこジャパンだとか侍ジャパンって頭に残ってますね残ってるでしょあ残ってるって言われ確かに確かにそうなんですよねじゃあ小きさんはい男子のサッカーはどうでしょうえ男子サッカー男子サッカーはい今テラちゃんが言ったらそうだって僕絶対なりますなりますへえ聞いたことはほ確実にあるはずあラ侍ブルーとか サムライ正解ああーなるほど、えー、これ2006年ドイツワールドカップに臨むあたりに命名されて、まあ、ブルーユニフォームのね色青からサムライブルーと第サッカーは呼ば,呼ばれてるわけですあそうですかそうなんですではですね寿さんはい、はい、柔道の代表チームなんていうでしょうえー、柔道の代表チームを、はい、この全体的なチームとしてね。 はあ、三四郎ン、ね。いやいや、それはなんかこう、あの、あっていいような気もしますけど。はい。もっともっと強いやつですよ。えー、えー、今、公開中。やだ。えええ、五時間え五時間ですか五時間五時間。ゴジラ VS コング。ゴジラ、ゴジラ、ゴジラジャパン ゴジラジャパンなんですよ。ゴジコン、ゴジ,ゴジラ。私、その、略した方が分かりませんでしたよ。ごめんなさい,<え> <laughs> い。いや、今公開中なのは、ゴジラ VS コングだから。はい、そうか。ゴジラ VS コング、ゴジコンって言うんだね。ゴジコンって言うんですけれども。でも、柔道の代表チームは、ゴジラジャパンなんですよ。ゴジラジャパンこれ、男子も女子もあの、おそらくこれをひっくるめてなんでしょうね。へえー。えー。ではですね、小籔<う>さん。いや、ちょっとやっつぎっぱやだなきゃ。いいですか 多いなクイズが今日は何ですか。いいすかオリンピックで新しく採用となった空手の日本代表なんて言うでしょう。空手の正直選手もちょっと頭に出てこないんですよ。じゃあ三択にしましょう。あ、三択。ありがたいありがとうございます。一、はい、番ライジンジャパン。ライジンジャパンはい。二、はい、番龍人日本。龍人日本三番アシュラジャパン。 なるほど。ま、どれ来てもおかしくない感じしますよね。これね、ジェラちゃんね、もちろん僕は本当知りません。はい。ただ、だいたいこういう三択問題の場合ね、消去法になってくるんですよ。はい。そうするとね、ええ。一番の雷神。はい。雷の神。そうです。ただこれ格闘技でやっぱ雷神ってあるんですよ。ほうほうほう。ありますね。ありますね。ええ。ってことはね、格闘技の雷神がある中、はい。 空手の団体がライジンでつけるわけない。ほうほうで、そうすると2番が何でしたっけ龍神ジ,ジャパン。龍神ジャパン。龍神ジ,ジャパン、その3番目が龍神日本があって、アシュラジャパン。ああ、わかりました。はい。2>, 2番です。龍神日本。龍神日本。やっぱりこの、ジャパンってつけてないあたりも、日本っていうあたりも、やはりね、ちょっとピンときました。これ間違いないでしょう。2番です。正解は はい、ライジンジャパンなんですね。ちょっとやり直しい何をやり直すんですかなんでこれライジンジャパンっていうかっていうと稲妻の光が空手の突きとか蹴りのスピード感に通じるなどの理由からライジンジャパンって空手は命名されたんですいやわかるけどライジンっていう総合格闘技の大会があるんだから寿さんそえ考えすぎですそれは考えすぎ考えすぎです。ねえ ちなみに、友人日本もあるんですよ。あ、あるんですか?。あるんですよ。これは、男子バレーボール。え、ええ。アシュラジャパン、これもあるんですよ。これもある。あるんです。これボクシングです。アシュラジャパン。みんなつけてるんですね。いや、だから、ほにもですね、水泳競泳がトビウオジャパンでしょ水球がポセイドンジャパン。 セーリングは日の丸セーラーズ、えー、いろいろついてるんですよ。いや、ここまでくると、ずるっとくどいですねくどくないでしょうあ。いや、今、じゃあ、連続で聞いちゃったんで、一、えー、個ずつ反対ならなるほど、でもトビウオジャパンとかって、なんか僕も確かに聞いたことあるけど、えー、あんまりね、ピンとこないですけどね。きますよあ なんか失礼しました、なんかすみませんね、えー、なんかムードを盛り上げるね、各選手、頑張っていただきたいですよいや、もちろんもちろん<ー>、本当,です本当です、本当です。さて、そんな中、けさ、寿さんが紹介してくれる映画、なんでしょう、はいえー、今朝ですね、紹介する作品はあ、ドキュメンタリー映画ですね、ココ・シャネル、時代と戦った女という作品です有名カレーチェーン店の創業者の映画ですかね。ココココイチででですすすね<ー>でココシャネルななんんん<ー>ちゃんはーじゃじいんですよ はじゃないです、ここシャネル。すいすいはい、どうぞ。<laughs> はい、どうぞじゃないんですよ。<laughs> なんでいちいち入れてくれるんですか、いつも。お願いしますよ。えー、とですね、まあ、高級ファッションブランド、まあ、シャネル、まあ、皆さんご存知だと思います、このシャネルの創業者ですね。 ココシャネルの人生に迫ったドキュメンタリー映画です。はい、で、この作品を見たら、まあ、シャネルという、まあ、人物、存在は知ってましたけれども、実際、こんな人なんだっていうことをね、ね本当に、あのー、僕は知らなかった。で、一言で言うと、ココ・シャネルという人は、まあ、人生をね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、彼女はね、若いとき、例えば子供の時ですね。 お母さんが死んでしまいで、お父さんが蒸発してしまうんですね、ええ、でそこから彼女の戦いが始まるんです。ええ、でね、お父さん、お母さんいなくなってしまいました、まあ、修道院で暮らすようになるんですけれども、そこで大砲を習うんですね、<い>そこからデザイナー格のーここ、シャネルが始まるんですけれども、あ面白いなと思ったのはね、要はシャネルスーツって有名じゃないですか。すね、あののシャネルスーツの 形状、形の原点って、ええ、修道院らしいんですよ。そうなんですか修道院のあの様式が、ええ、チャンネルスーツの原点になっていると。<う>で、彼女はね、その後、帽子を安く買ってきて、そこにアクセサリーをつけて、まあ、売ったりだとか。ええ あとね、あの、さ、先ほど言ったシャネルスーツ。あれは働く女性がメインであの、ジャージ素材だったりするらしいんですよね。<い>で、このあたりで、まあ、シャネルっていうのが非常にこの皆さんにこう、知れ渡るようになり、えー、高級ブランド、いわゆるハイブランドと、こうなっていくと。まあ、でもね、その後こう、まあ、戦争があって、 まあ、ナチスの方のスパイではないかとか言われたりとか、亡命したりとか、本当に波乱万丈な人生をこう送ってたんですよね、いいそんなここ、シャネルのまあ人生が、このドキュメンタリー映画では分かるんですよね、彼女自身のインタビューも、この作品の中では織り込まれてますけれども、彼女の周辺の関係者らのまあ証言なども含まれています。 まあ波乱に満ちたまあ生涯ココシャネルという人物は本当に戦ってきた女性なんだなってことがこのドキュメンタリーを見ればわかると思います、はい、ココシャネル時代と戦った女ぜひ体験してみてください寿さん映画「ココシャネル時代と戦った女」10点満点中何点それでは8点でお願いします 今朝、ことぶきさんが紹介してくれました映画、ココシャネル、時代と戦った女の劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先です。テラ映画、アットマーク、j o q r n e t 映画、ココシャネル、時代と戦った女は、本日7月22日公開です。ことぶきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニュースピックアップ、ことぶきシネマのコーナーでした。